はい、9月4日水曜日、時刻は19時5分。今日はそんなにね、真剣取らないようにしようと思ってるんで。可愛いことしてます。今日は、ね、涼しいんですよ。さんもよくいるわ。すごいね、爪。消してほしいんだけど、消してほしいんだけど、いや、電話しますか。本当に消して、本当に消して、本当に消して、消したことない。いや、本当に無理、本当に無理ね、お前、本当に、何これ、何よこれ、俺のこと知らないでしょ。だから、何、だからやめてもらっていいですか、本当に。俺の、俺のこと知らないでしょ。知らない、本当にやめて、暴行、暴行やめて。いや、本当にやめてください。普通に、めっちゃ映してましたよね。無理だから。うん、映ってる。ほら、もうやめてもらっていいですか。警察に電話してもどうにもならない。ちょっと向こう行こう、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 はい、電話しなよ。だから普通にちょっと一回話してきてもらっていいですか。あの、一回消してもらっていいですか。普通に衛星に、私こうね、本当に消してください。一回カメラ消してもらっていいですか。なんで、それ配信じゃないですよね。配信してない。ちょっと一回話して。ちょっと引っ張るな。じゃあ行かないでください。逃げないから。じゃあ逃げないでください。逃げないから、当分撮影してたから。だからそれ、だから一回ちょっと、うん、警察電話する。はい、うん、私消してもらうまで無理なんで。本当に映さないでもらっていいですか。俺ね、10回ぐらいね、警察沙汰になったから1回も消したことないんだよ。いや、だからちょっと本当に無理、うん、大丈夫、本当に、ね、映さないでください、まず。普通にそれ、ね、ちょっと普通に顔映ってないな。だから映さないでください、本当に。なんでだろう。だから映さないでっつってんの。俺のこと知らないから。いいから逃げない、あそこのさ、ここだと分かりに。一回話させて、
あのね、逃げないから俺は。だから逃げないじゃなくて動くのよじゃあ。俺撮影したいんだ。だから動くの。動くの。で一緒に行けない。一緒に行けない。無理無理無理。なんで？話す。動くの。ちょっとほら。動くなっつってんの。ね。だから動かない。俺手荒れな真似はしないからさ。YouTuber でしょ。うん。そう。だから映すなっつってんだよ。死ねえよ。だからで。18歳以下じゃないよね。だからそういう問題じゃなくて、だから映っちゃダメなの私。本当に。なその理由は理由言ってみ。映しちゃダメな仕事してるからやめてください、うん、仕事する俺だって仕事してる。だからそうじゃなくてここにいちゃダメな仕事してるんですよ、うん、分かります。じゃあいない方がいいよ。だからそうじゃ、お前だから映すなよだからそういうやつがいる。これ 4K だからね大変なんだよね。何が消してもらっていいですか。だから動かない、うん、動かない動かない。あのね、この辺ちょっと大きくしてるから。無理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 。だから逃げるとかじゃない、逃げだから動くのよ。車ね、無理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 。そんな汚いことしないから、ね、ガチ無理で、動かないでマジでそこにいて。いや、これいたってだって絵面、ね、がつまんないもんだって。そんなどうでもいいの。なんでこれあるんだろうな。一回こいつ虚偽通報したから早くしょっぴいてね。盗撮なんかしてないからこれ。これは何ですか。これカメラ。これ撮ってる、うん、それを撮られたってことじゃないですか。そうじゃない。だってこいつ通報したの盗撮ってたでしょ。俺スカートの中とか撮ってないもん。うん、行動の撮影だから。 EP さんもやってんじゃん。これうん、お兄さんで間違いない。あ、俺ですよ、うん、戻ってくれって約束したから。ああ、そんな何があったんですか。マジで。え、俺だからこの辺撮ってるからさ、こうやって、うんうん、それに映ってこいつがあれだ、消せ消せって言ってるだけの話。いや、いいんですよ、こうやって普通に待ちよ。でもこうやってカメラ向けられたんですよ。なのでそこの部分を消していただくか、うんうん、それは消していただくかっていうのは何。それは警察のお願い命令どっち。お願いにはなるんですけど。お願いでしょ。本人が嫌だ。俺ね、10回ぐらいこういうことになってんの今まで、うん、10回以上、うん、1回も消したことないんだよ。あ、そうですか、うん、どんな風に。もうこうやってやられて、うん、それは撮るよ、こうやって。いや、あの、撮ってほしくないって言ってるんで撮ってほしくない場合は、うん、この辺にいないことだよね。みんな、あの、年取ってるお前さんはこの辺にいられるから撮られるんだよ。俺はまだカメラでこれもぶら下げてるから いいけど、 YouTuber 言っとくか、大久保公園やってる300人ぐらいいるからね。あ、お兄さん YouTuber、うん、そう300人ぐらいいて。そんな汚いぐらい髪とっているじゃん。そういうこと言わないの。トラブルになってどうすんの。お前カメラさ、あの、ビャッてやって壊れなかっただけでもありがたいと思ったのに、器物損壊で俺罰金取った女がいるからね。弁償してもらった女。お兄さんもちょっと離れて、ちょっとお兄さんのお名前とかちょっと理解してもらえないと、うん、よろしいですか。やだな。できないです、うん、あ、名前は教えるよ。あ、じゃあよろしい。ちょっとあの他の方に聞かれたら、ね、うん、いいよ別に聞かれたって。あ、いいですか。あ、俺が書くこっちもお願いします、うん。おお、ああ、ちゃんと何これはついてるのね。生年月日とかもよろしいですか。生年月日はいいよ。あ、お願いしますよ。はい、いいよ生年月日。これ下の名前なんて言うんでしょう。高一、厚一って書いて高一ね。まあ YouTube とかチャンネル名とかありますか。教えない。教えないです。ああ、まあいいや。あの、ケンジさん見てるから東京夜散歩っていう感じ。うん。俺の動画参考にしてるから、泣いて入れるときに。ご住所とかあるか。いいです、住所は。だってあの、僕ではないんですけど、まあ、正直こう顔とか近く撮られたら、まあ、不快に思う方もいるので、そこだけちょっと気をつけてもらって。そうだね。はい、ちょっと怖がって泣いてたりしたので、ちょっとそこはあんま気をつけて。さっき俺のこと掴んですごかったよ。ちょっと暴行気味で。え、中ぐらいだったらここに来んなって言って、ちょっとお説教してやって、まあ、何やってる人か分かってるよね、お巡りさんだったらね。何しにいる人かね。そこ
もでも、マジわからないよね。何をしてるかどうか、何をするかどうか。いや、でも、わからないけど、察しはつくでしょ。じゃあ俺まだその辺にいますから、なんか用あれば。あれ、キヨシさんどこ行った？なんかちょっといなくなっちゃった。あ、俺？何？折り合いつくまでもちょっとこっちでよろしいですか？え？だって取れ高ないじゃん、そっちって。カジャイ、パリカジャイ。なんか。この間の知らねえおまわりさんは俺のことすげえ出ましたね。敷地、あは、そこ座っちゃダメだな、敷地になっちゃうからな。え、折り合い？折り合いつくのはね、何の被害だって言ってんのよ。だから盗撮の定義は教えてあげてよ。うんうんうん、まずね。これぐらいでちょっと近づきすぎちゃう。まず盗撮の定義を教えてあげる。それから肖像権の侵害とかって言うんだったら、それはアップされてないからまだ侵害になってない、うん、逆に俺の撮ってる動画には著作権がある、うん、ね。あとはまあ見つけたら YouTube にアップするから、 YouTube で自分が写ってるの見つけたら YouTube に連絡入れて、プライバシー侵害申請っていうのがありますから、項目それをやると消すかぼかし入れないと YouTube 削除されちゃうんで。ライブとかでやってるわけじゃないんですか？ライブじゃないです、あくまで鳥ですから。ただそれをやってくれって言ってあげてくださいよ。結構何回もっていうか多く投稿されてるんですか？もう1000本ぐらい行ってるんじゃない？あ、本当ですか？うん、もう丸、もうすぐ丸2年か。お、21万人いますからね、登録者ですか？うん、これでいいのは泣いてさ、怖い目あって、これがやめるきっかけならそれでいいじゃないですか。ね。ちょっとあんまり面白くないな。お疲れ様ですね、お父さんね。ダメよ、路上タバコは。ダメよ、路上タバコ。発展しないよ。2年やってて10回ぐらいしか警察呼ばれてないもん。お巡りさんも一緒だから安心ですよ。